始まりました、マジシャンデラックス。ポヨヨヨヨー、あのまだお酒が抜けてないみたいです、昨日の。ポヨヨヨヨヨー今日はこの感じで1時間頑張ろうかな。1時間30分か、ね、そうですね。そうなんです。じゃあまずはね、先に告知からしますか。うん、そうしよう。じゃあまずは告知からします。ババン、ドルチェ&デラックスを見たと言ってくれると、なんと初回が2時間1000円でございます。これはね、多分ね、あの放送を見たりね、外販の兄さんとかよりも多分どこよりも一番低価格で入れる唯一の特典なんで、はい、これを見たと言って遊びに来てください。今だいたいね、平均毎日40人ぐらいのね、もう若いイケメンからベテランのホストまでいっぱいいるんで、うん、待ってます。はい、前出てないけどこっちはめっちゃ、あ、ほんまやね、コメントがリンクされてないかな。コメントがリンクされてないね。ぽよよよーん、あー、来たけど、はい、そんな感じです。はい、でね、さらにね、なんとこの後ね、そう、10時半からレインボータウン FM 79.2MHz、 そうです、そうです、神すまないとぽよよよーん、ヒカル会長のね、そう、ラジオ番組もやってるんで、そうです、日曜日は結構ね、ドルチェに来れない人もドルチェ尽くしな夜が楽しめるっていうね、本当にもうドルチェの日なんで毎週楽しみにしてください。そうです、ぽよよよん、誰か拾ってくれてますよ、よかったですね。イケメン見たいっすか。イケメンはね、もう今続々ね入店してるんでね、ぜひとも遊びに来てください。はい、まあそんなね、お店にイケメンいっぱいいるわけやから、今日はイケメンを2人ほど連れてきたよ。そうです、ね、CM の後の方がいいんちゃうか。 CM の後の方がいいね、うん、じゃあとりあえず先に CM お願いします。ドルチェ&デラックス始まるよ。はい、始まったね。じゃあね、早速もうイケメンに期待してるらしいから、一人目のイケメンから呼びますか。じゃあ、はい、一人目のイケメン、1年以上ぶりの出演です、ナオくんです。はい、どうも、こんばんは。おい、それ俺こっちがいい。こんばんは、こんばんは、ナオくんです。覚えてるかな、結構ね、視聴長いこと見てる人もいるからね。今何年ぶりぐらいだけど、1年ぶりぐらいかな、ね、1年ぐらい経ってるよね。もうリクとマサヤのコンビ飽きた。飽きたか、俺らが飽きてるからねもう疲れてきた、俺らのが飽きてるからねマサヤさんのインナー気になる。え、脱いでくれるんやね。そうです、ナオくん、これ何色かわからんおじいちゃん、おじいちゃんやそうです、あのね、ナオくんはね、もともとちょっとギャッツビーの方へね、はい、働きに行ってたんだけどね、最近合体したからね、合体したんでドルチェになったんでね、ちょっとこんばんないのちょっと面白いな。そしてね、ギャッツビー大丈夫？あ、大丈夫で、ナオくんはね、ギャッツビーね、頑張ってる間にそこでね、新しく入店したイケメンの彼がね、いるんです。その名もあやむくんです。登場お願いします。どれどれ、ここ、ここさ、あー、お、すごい、いや、バカかも、映ってる、すごい映ってるね、今日はちょっとこの4人で、この4人でいこうと思いますが、じゃあね、ちょっとね、せっかく4人揃ったんで、まずは簡単な自己紹介からね。はい、一応ね、一応ちょっと知らない人もいるかもしれない。俺からっていう、どっから、まあ知らない人は、もともとドルチェで やらせていただいてました、なおです。よろしくお願いします。はい。今いくつですか？今今年で22になります。22ね。俺38。うん、聞いてない。ガンガン入ってくるな。そうだ、なおくん入店した時まだ10代だったもんね。19ぐらいで、もう約ね、3年ぐらいになるんですけど。うん、みんな覚えてるかな？ね、なおまるくんです。覚えてる人はね、知らない人も今日から覚えてください。で、続きまして。あ、はじめまして。歩と言います。
はい、よろしくお願いします。 LINE ID から、あれどれですか。あ、これあ、これだ。難しいよな、これ。 LINE ID なんで。はい、これナオマルの触れ方すごいですね。あ、何が。1年ぶりの期間。いや、やっぱイケメンだからそうなんです。ちょっとね、あゆむくんとナオくん LINE ID 逆やから。あ、もうどっちで。じゃ逆にしよう。あ、席ですか。そうそう、席邪魔だよ。すごいこれじゃん。な、仲良しか。そうなんです。あれ、あゆむくん今いくつなの。僕は22ですね。あ、お前も38。なんか聞いて入ってくるね。ついてます。あ、そう。あゆむくんホスト歴どんなぐらいの。ホスト歴は1年ちょっとぐらいですかね。あ、そんな。俺20年いや、違う。のうちの17年記憶がない。やばいな、好きやな、そのネタ。ねえ、こんな感じで、どのうちね、ベテランからね、若手のね、新しい子とかいっぱいいるんで。そうやねん、うん、これどっちが俺。あ、こっちが俺入ってないと。こっちが俺ね、よければね、LINE ID も今公開してるんで。あるんで、もう LINE してください。よければ。うん、すごいいい子だよ。 LINE したらね、多分良さが伝わると思うよ。うん、ある程度はね。で、一応マサヤさんに LINE してもいいんで大丈夫なんで。もう好きな、20年、まあ、まあ、20年の反応すごい。毎週一応いるみたいだから。そう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 、マサヤさんいるんでね。だ、約俺が生まれるちょっと前ぐらいにホスト始めてる。そうや、生まれるちょっと前ぐらいに。ほんとそうですよね。うん、もうだからもうめっちゃ熟してる。七尾くんが生まれた時にはもうすでにホストやったってこと。そんぐらいですね。すごいね、それはもう。いや、もうすごいよ、もうすごい、すごいしか言えない。熟しきってるから、もうすごいしか言えない。でも、今日使用やから、すごいかもね。あんま喋らん、絶対喋らん、あんま喋らんから。熟成、20年熟成。じゃあ今日は若手がおるから、はい。はい、あれ、ビールでしょ。あ、ビールなんていうの、預けていこうかな、思って。うん。ビールになる。俺らに預けるってことですか。いや、だから今日は。持ちます、これ大丈夫。ね、あの、いっぱい喋ってほしいから。ああ、そういうこと。そうですね、なんか質問あったらね、してほしいんですけどね。俺もなんか久しぶりに出るから、なんかちょっとやり方あんまわからんから。そうだね、基本的にね、ないです。悲しいやつ。あるよ、そんなの。じゃあちょっと簡単な質問からしていこうかね。じゃあ二人は出身はどちらですか。そしたら同じ東京の人がいるかもしれないからね。ちょっと絶対僕いないと思うんですけど、島根県なんですよ。どこ。島根県ね。島根県ってもうどこなんていう。鳥取の方やろ。あ、鳥取の隣ですね。本島の一番西だよね。はい、そうですね、もう山口のちょっと隣みたいな。島根県のなんてとこなの。あ、出雲大社とか、多分、まあ、ご存知かなって。何、何、出雲市。出雲市の。何、やめて、お願い。え、すぐ、住所痩せようとしてるから。やめて、そういうことな。マジか、の全国放送が。多分、暑い。いや、西の方なんですけど、あんまり暑くないですね。全然雪とか降るし、もうスノボとかガンガン、冬はやってる。何があんの、特産品。しじみっす。しじみ、あー、いいね。飲む人からしたらしじみよね。マジでしじみしかない。二日酔いには持ってこいよ。持ってこいよね。なんでしたっけ。俺、しじみのなんか成分みたいな、なんか、オルニチン酸みたいな。そうそうそう、はい、あれが。それ、マサイさん一番必要なやつ。そうです。今一番欲しいやつ。しじみのホストあるやつとかも今売ってるんで、それをそのまま食べると二日酔いにすごい効くみたいな。いや、今マサイさんにそれをプレゼントしたよね、本当なら。今日二日酔いちゃうよ。あ、ちゃうんすか。でも声やばくないですか。うん、だからもうみんなね、リスナーさんもなんかすげえ声やばいとか言ってる。心配も心配されてますもんね。心配されるじゃないって。もうそろそろやばいのかなって、もうちょっと。そうよ、ね、そろそろ。俺今日声やばいわ、ちょっと。やばいっすね。喉開いてないっすもんね。だからもう、ま、音のあれで言ったらゴミ収集車とかと同じ音になる。騒音がすごい。どこ出身なん。俺福岡です。だから覚えてる人は覚えてると思うんですけど、福岡で、まあ、うん、特産品とか特にないですけどね、福岡は。めちゃめちゃあるやん。いや、めちゃめちゃあるじゃないですか、もつ鍋とか。うん、もつ鍋ね。もつ鍋って違うんですか、あれ。1月に福岡帰ったんですけど、そんなになんか美味しいと思わなくなる。牛タンやろ。牛タン。それ仙台、仙台ね。大体すぎて。そうそうそう。じゃあ博多弁なのって。そうだね、博多弁は出るじゃ出ますけどね。もう自分で自覚がないからあんまりわかんない。なんかあんまり綺麗よね、なんか。そう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 。うん、もう東京に魂売っちゃったんで。で、福岡の子が、福岡なの博多弁で喋ろうみたいな感じで言われても、ちょっと俺はもう喋れないから、もう忘れちゃった。もうちょっと綺麗どこに収まっちゃってしまって。すごい。なんか福岡の人ってあんまりこの方言が抜けないイメージがあるけどね。うちの会社とか、元いたね、春彦さんとかもだいぶ強かった。春彦さんって誰よ。もう本当にすぐ3日前の記憶はもうすぐなくなっちゃうから。一緒にね、働いてた人ね。
なんか逆に博多弁のが、うん、あの燃える女の子多いんじゃないの、うん、なんかやっぱ方言いいって言いますけどね、うん、俺もやっぱ方言の女の子可愛いなと思いますし、うん、でもさすがにねえなんかよう青森とかそういう北の方に行っちゃったら方言伝わんないから、うん、それはね、伝わんないっすね、うん、南に行きすぎても伝わんないし、うんうんうん、でもそれでも可愛いなと思いますよ、やっぱ方言、うん、あ、今度逆にさ、この方言会作ってもいいかも ね方言でね、そ方言会ねまあ、だすごい YouTube で方言調べますけどね、ちょっと博多弁って春彦さんはあの旅に出ました。ああ旅に一回ちょっと自分探しの旅に出ました、はい、出てるんだよね、はい、しばらく戻ってくるかもしれないね。そうだね、5年、うん、10年経ったら来るかもしれない。もうかぶってないですもんね、僕は。ああそうか、ドルチェ自体はもうまだ1ヶ月経ったぐらい。あそうか、そうだよね、本当に。でも合同の時、あそうか、そうもいないです。まだいなかったか。ああそっかそっか、そうです。西の方言好き。なんか結構ないものになるよね。なんか東の方の人はやっぱり西の方言好きだし、うん、西の方は東の方言好きって思うね。だからリクさんも関西ですよね。うん、俺も関西やってんけど、なんかあんまりなんか自分でも分からなくなったね、方言が。でもリクさん結構出ますよね。だからマサイさんも出ますしね。俺関東弁にならんから。魂絶対売らない。もう俺お墓までもう東京で埋めるつもりですもん。そうです。あのね、僕出身はあのね、マサヤさんと一緒でね、神戸なんですよ。あ、神戸なんですか、ね、神戸なんです、神戸なんです。ね。違う。なんでやねん。長田区っていうところで、東長田区っていうね、とこでしたね。そうなんです。そう、だから偶然の状況で。逆になんか、俺わかんないんですけど、やっぱ女の子ってどこ出身が多いんですか？あ、確かに。まあこれ見てる人はどこ出身が多いから。そうだね、ちょっと。私どこ出身かちょっと。リクさんはいいやん。広がるこ言うなんだ。スルーしていけ、スルー。あ、宮崎の子はやっぱ。大阪です。宮崎、うん、フィリピン。ほんまか。まあそれはそれでね、あのちょっと触れていいのかな。結構重要ありますよね、うん、なんか俺ら。あ、でもフィリピンの子ってほら、なんかレイカとかいるしね。そうだね。レイカとか。全然いるから。元気とか。あ、すごい。わ、ほんまにフィリピンなのかな。ナマステー。いや、ナマステタイ、タイかな、タイだと思う。いや、インド、インド。あ、インド。オープンカーだよね。オープンカー。すごいね。結構バラバラだね。宮崎、ね、大阪、滋賀、フィリピン。逆にこう宮城とか、なんか滋賀とかの人がこっちにいる人なのか、今宮城から見てるよとかのめっちゃ嬉しくないですか。あーね、地方の方から見てくれたら嬉しいよね。そうしてるで、すごい、ほんと日本全国だね。うん、嬉しい。札幌もいるんだって、うん、フィリピンは座りひごっていう。え、逆にその札幌の子ね、もうあのここのほら撮影してるところの住所教えるから、なんかちょっといっぱい送ってほしいよ。あね、ご当地グルメみたいなね。でバレンタインも最近ありましたからね。ね、バレンタインやったね。まだ受け付けてるからね。そう、ちょ、あの蜜毛とは言わないけど、あのほら物をね欲しいだけだから、物がお金はいらないから。お金はいらない。ね、名産品なのね。その代わりなんか逆にお返しでなんかまたうちらからなんか出るかもしれないからね。そう。物々交換ってやつ。そう、物々交換。そう。東京にも10日交換ちゃんとするから。10日交換。100円のものには100円のもの。そうそう、ちゃんとね。それ安くはしない。あ、いいじゃん、六花亭のチョコとか、ね、あ、なんかね、ほら、有名だよね。いいですね。ちょっと待って、今は札幌じゃない。あ、今札幌じゃないんだ。今は札幌じゃない。今札幌じゃないんだ。じゃあ一回帰ろうか。ナオくんにあげるためにね、一回戻らなあかん、ね、なんか一人減ってない、なんか、うん、なんかトイレ行くよ。ごめんな、ごめんなとか言ったから。あ、カニ嬉しいかも。カニね、すごい嬉しい。ご当地の面白い話聞きたい。あいいね、福岡ね、福岡、島根なんかありそうだけどね、逆に。ない。え、島根なんもないの？島根。思春期の時何したんすの、島根の子は。ケンケンパン。なんでやねん。ケンケンパン。懐かしいね。まずケンケンパンするから。ケンケンパンとか、アグリコとか。あー、流行ったね。昭和の遊びじゃない？それ。平成でしょ、だって。よし、本当に。平成で言ったら遊戯王とかじゃないですか。もう変わんないじゃないですか。あ、やっぱ男の子はね、カードゲームやる。しじみもいいね。うん、やりがちだよね。そうですよね、カードゲーム。マサイは自分探しだ。はい、春彦さんで。あの、よくね、うん、そう、よく自分探しの旅行きたがるの。そうだね、CM 明けにはね。あ、
福岡の飲み屋楽しいって言うもんね。うーん、俺はそうだな、面白かったですよ、うん、まあ少なからずほら女の子も可愛いですし、男の子、いますよね、男の人もやっぱりかっこいいですし、女の子なんか人口がそもそも多いですもんね、うん、福岡。まあでもほら僕行きたいなと思って、福岡とか中洲であの飲んでも楽しいと思うんだよ、すごい楽しいと思うんだけど、絶対ドルチェの方が楽しいから。あっていうかもうそもそもさ、あのドルチェ福岡めっちゃ多いからさ、多いっすね、そこだけでできるよね福岡会ね、うん、あそうですね、だからあの今めっちゃ福岡褒められてるやん、やったねやったね、福岡の人多いんじゃないですか、じゃあもう福岡ってだけで指名ねもらえるとは思ってないけど、まあ、 あのお店に遊びに来てね初回でね、その前にとりあえず一回直くんにちょっと LINE をしてね、LINE を始めて、私は自分だけとして帰ってくるから、まあ、とりあえず一回 CM 行きますか、一回 CM ね、CM お願いします、はい、あれ先輩なんだ、どうしても売りたいんです、でもなかなかうまくいかなくて、お前らロミジュリのシステム知ってるか、だから頑張れば売れるんだ、絶対売れます、一生ついてきます、お前らやっぱりロミジュリだ、帰りました。なんか目がちょっとしっかりしてますもんね、さっきよりね、あのお腹の調子が悪かったお腹の調子、たまにはそういう日もあるからね、リアルなやつみたいな、はい、よかったです。じゃあね、ちょっとね今日はね、前回ぐらいにやったんかな、あれえ今、なんだ君の名はいやいや、全然前回言っただけや、1個だね全然前世じゃないからね見ました、見てない、見てないんか、あ、でもね、そういう、見た、僕は最近見ました、もう2週間、3週間ぐらい前に、あーまだあの新宿スワン2見た、あ、新宿スワン見ました、ね、見てないですか、それもなんか噂によると新宿スワン2にマサヤさんがすげー出てる、はい、え、マジで看板らしいですよ、え本当に聞いたね、喧嘩する時の看板あるやん、ポスト看板、俺のポンドなんでやえ、いや、俺は撮りに行って、いや、なんか写真、あれ送ってください、あっちあ、向こうやわそうか諦めよ、じゃあ諦めよ、そうなんですね、全然そんなの気にしてなかったっす、見ろよ、はい、なのでそもそも1見てない、なんかね、新宿スワンのね、バトルシーンがあるんだけど、実際ほんと歌舞伎町にあのホスト看板がめっちゃある通りがあるのね、はい、そこの前で一応バトルするんだけど、まあ勝手にそんなん使ったらあかんからってことで、あのパネル写真用だけこの募集してて、それでマサヤさんの写真が使われて、そう一番でかく使われてるってことなんですよね、そうそうそう、だからすごいバトルをしてるんだけども、その半分ぐらいでマサヤさんどでかい顔があるから、全然頭にストーリーが入ってけえへんって言ってたね、ホストってよりヤクザだけどねいやでもなんか名前もマサヤじゃなくて、なんかすごいかっこいい名前になってましたね、そうなんだ、俺分からんね、うん、どこかのお店の代表みたいになってたから、あれはちょっと面白いと思うけどね、坊主ホストってそうだよ出世したね、そうだよもう大出世だよ、あれはもう映画の中でムービーデビューだからね、そうそうです、唯一のね、ドルチェから、うん、そうです、ちょっと見せたいねんけどね、まあそれはまた次回にしよう、写真をね探さなあかんからな、そうですね、うん、じゃあね、ちょっとそのね、前回ね、ちょっとやってきたね、なんで好きやね、引っ張るのやってきたね、この魔法のわっ、グリフィンドールや、グリフィンドールハリーポッターや、ハリーポッターや、ハリーポッターや、この中にはね、なんと数々の女の子たちがね、ホストに直接聞いてみたい、もうギリギリな際どい質問がいっぱい書いてあるんでね、へー、はい、ギリギリセブンとでも名付けようもね、
パクリばっかりじゃん。すごい怖い。なんか別に、うん、俺いいんですけど、結構エグそうっすね。いや、あのね、なんかもうエグくないのからエグいのまである。あ、そうですよね。エグいのは2枚しか入ってないんだけど、その前やった時に、あの2人やってんけど、2人ともそのエグいの1枚ずつ引いてくれたから、なかなか良かったね。初めてのデラックスでこれって怖いですね。いや大丈夫だよ。どうぞ。どっちからがいい？みんなでやりますね。なおくんからあ、俺からの方がいい。なおまるからいきましょう。これエグくないの引いたらまた戻したらいいですか？はい。これ戻したら、ババンババン、パッパッ。あー、いいね。性癖わかるように見せてくれ。もっと前、もっと前。ババンババン、性癖を教えてください。教えてください。はい。あーね、これね。はい、来ました。これ、ちょっと、まあ、リスナーのね、皆さんもね、これコメント数ちょっと俺増やしたいんですけど、うん、初回でちなみにこれを言ったら、ドン引きされたんで、引かないでね、みんな。一応引かないでね。いや、ひょっとしたら会う人がいるかもしれないから。会う人もいると思う。そういうのが好きな人もいるし、まあ、それがほんま無理だなって思う人もいると思うんだけど、まあ、簡単に言ったら、まずちょっと、まあ、自分で言ったらあれですけど、まあ、多分世間一般的な自分がちょ S みたいなんですよ。で、あ、まあなんていうんですかね。ね、もうここは恥ずかしいね。ちょっと恥ずかしいね。まあ普通に、まあもちろんね、噛んだりもしますし、もちろん、うんうんうん、プレイ中にね。プレイ中にね、もちろん噛んだりもしますし。まあね、首もね、締めたりもするんですけど、まあでもそれも、ほら、そんなね、強くしないでしょって皆さん思うと思うんですけど、締めるときに、あ、はい、みんな多分、みんな片手でいくだろうなと思うんですけど、結構俺、がっつり両手でいっちゃうタイプなんで、おそうなんですよ、ちょっとそれが、ちょっと、もう本当に白目向くレベルでやっちゃうらしいんで、それはちょっとみんな引かない。引くよね、それは引くよね、それは引くよね。わかるわ、ばっかり食いついてる。ハード、ソフトハード、ハードハードハードね。結構ガチハード、ガチハード。ごめんね。いや、俺も恥ずかしいけど、なりたくてなったわけじゃないんだよ。お母さんごめんなさい。でもそれが実際ほんまに自分の中で一番こうなんていう興奮するからってことやろ、言うたら。そうですね。もうノーマルではね、もうできない体になっちゃったんですけど、お母さんごめんなさい。でも俺結構聞いたことあるけどね、首絞められるの好きなんだよね。リズムは首絞められるのが好き。そっちがね、自分で絞めてるじゃね。こうしてるか俺自分。そう、ちょっとね、まあ21歳にしてね、ちょっと性に目覚めてしまう。いやいや、これは分かる。ちょっとこれアンケートいいですか？私は首を絞められたい、イエスの。で、これでイエス多かったら、そう、もう罰ゲームじゃん。いいですね。もう全然、これ自信つきますね。もしもイエスが多かったら、歩いと女の子をもう首絞めていく。うん、もう歩く、歌舞伎町に歩くやつ全員もう絞めてるから、こっち。私は首を絞められたいやな。そうやね。絞められたい、絞められたくないでいいじゃないですかね。締められない、締められたくない。私、首締めは嫌だけど、してくれる。ああ、ね、もう本当に締めてきてくれたらね。それみんなやろって、まあ、ね、これの問題もあると思うんですけど。やってあげますよ、やってあげます。やってあげますよ、やってあげます。オプションとしてね。店の中でね。オプションとして。あ、もういけそうですか、アンケート。お願いします。ババン。おー、すごい。イエーイ、イエーイ。やっぱね、すごい需要、需要であるんだよ、需要が。M の方が多いっていう結論多いね。やったね。いや、ちょっとね、ぜひとも勧められた人は、なおくんちょっと、私の首絞めてくださいって。うん、もう押してください、もう。オプションで。もうオプションだからね。特別だからね。お金かかるで。お金かかるよ。でも、このデラックス未来店に限っては、ちょっと特別にね。うん、特別にちょっとだけ安くする。じゃあ、2時間制。あ、2時間制、それしよう。初回だね、初回だね。2時間首絞めてたら死んでもらう。たまに休憩あるから。そうですね、すごいな。でも、正也さんも結構ハードな、なんか性癖ありそうな気はするけど、ないんですか？スカルマック、スカル。これはね、これ何やろ、性癖、何やろな。あんまない。正也さん絶対激しいから。激しそう。うん、激しいから。そうですね。うん、あ、まさやさんね、頭でブルブルするんですよ。当たり前じゃん、当たり前じゃん。もう分かってるじゃん、みんな。絶対どやどや言いながら。やばいわ。リクは性癖どんなんだ？僕性癖ですか？そうですね、あんまそこまでないねんけども、でもやっぱ言葉攻めとか面白いかもしれないですね。あー、いいっすね。あれ、着物、着物、あ、それ着衣系で。あれ、あー、いいね、いいね。
かもしれない。あ、俺そういうの好きです。俺も旅果たしたままとか旅旅をね、旅ピンポイントやな。あれニーハイブーツ。あー、ニーハイブーツね。ニー裸なしか、なんか靴下かなんか履いとっとるんだね。着用系好きなんですね。あゆむくんあるなんか僕っすか。いや、もう早く言えよ。何やねん、はっきり言えよ、はっきりはっきり言っちゃえよ。お前いつも俺に言ってんだろ。何が？え、あれを、あれを早く言え。やめてよ、本当に。でも僕はもう本当にどっちかといえば攻めつつ攻められつつですね。普通じゃないですか。ああ、なんかね、M でもあり、S でもあり。だからド M かド S じゃないです。相思相愛や。ああ、ド M かド S じゃないと無理です。もう普通が無理なんで。だ、女の子って S 少ないイメージじゃない？結構。そうだね。さっきの見た感じ M の方が多かったからね、うん、やっぱり。あんまり。うん、S は、まあ、ファッション S みたいな感じのはいそうですけどね。なんとなくね、うんうん、でもちょっとこれは面白いんでよかったね。あ、ピンヒールで踏んであげようかって。じゃあ、早速行け、行こう。あ、ババン、同じの人面白いな、ババン、面白い。パッ、あら、あ、いやいやいや、これは一応何かを見せる。これ面白くないやつでしょ。いや、面白くない。はい、ババン、ほら吹けばええねん。最高月収は月収は来ました。じゃあこれ僕あの3月が誕生日で、はい、あ、来月、はい、あるんで、はい、あのそこの月収言います。そこの月収言うの予定月収、はい、予定月収かっこええな。3月誕生日なんで、あのバースデーあるんで、はい、3月何日月収それ逆にさ、予定月収言ってさ、違くやったらちょっと恥ずかしいな。ちょっとアーメンみたいな感じですけど、誕生日3月いつなの？3月22日ですね。あー、ほんならもう今から間に合うね、はい、お知り合えばね、はい、そうですね、3月あるんで、ちょっと予定月収、予定月収お願いします。まあこんぐらいですかね。もう8万800万ぐらいです。おー、あー、830万ぐらい。その30万は何なの？いや、ちょっとそれが余白みたいな。あ、それが達成できなかったら出られないと思う。あ、本当ですか？悲しくない？これが最終回みたいな。俺の、あ、でも逆にあの雅也さんの最低月収は俺多分もう一番初めに入った時、新人時はやっぱ最低月収3万円ぐらいだったじゃん。あー、安ないっすか？え、あ、当時給料ないんすよね、保証もないから。そうそうそう、ホストは20年前ですね。そうそう、20年前、まさに20年前。20年前の、そうっすね。そこら辺の畑のもの食べとった。あー、いつの時代の人なんですか？米泥棒しとった。米泥棒、戦後中、戦時中の人みたいだね、そんなの。あ、坊主に早いな、今日も早かったです。あ、今日早いっすね。はい、一応ね、あのこれ、まあ、YouTube で流れるから、ひょっとしたら YouTube を見てくれる人もいるかもしれないね。この LINE ID ずっと有効中なんで、 YouTube 見たよでもいいから、また LINE くれたらお願いします。ありがとうございます。イエーイ。じゃあね、来週はね、ちょっと1週間後また日曜日やるので、あ、見てください。ちょっとおもろいことするから、はい、お願いします。バイバー。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。君がいる世界を